頑張ります。目標は捕虜に勝つ。さんに勝つかもね。あ、俺が勝つ。ファイドフェンダーなのにまだ4個。じゃあ今年の意気込みをカメラに向かって一言。予選だけはどう？そっち。みんな控えめ。復活したようちゃん。今日練習来ました。すいません。あれ雨なんだよ。北海道だ。また来てね。エンジンが止まってるので、もう一回座るとちょっと電気速度が上がってきますよね。
のね、のりおさんが一番早いですよ。やっぱり岡山国産のドライで、今日は外しとる。ドライで106キロってことやろ。はい、続きまして、こちらが30番。さあ、続きまして、絶景28番、糸大。あ、糸大。糸大、見たことある。秋山真嗣、
もクリアして点数は8。じゃあ審査員は強くてます。はい、そしてゼッケ28番糸大秋山ですね。前回25番秋山の2本目。あれ音楽は聞いたんです。まあ、いますか。音楽は絶対ます。お、秋山なんとか取り上げて。あれ多分低いってなってますか。ああ、なるほど。アピール、低いアピール。なるほど。さあこちら3本目ですね。ゼッケン32番の KP。 どうも、全てが企画外だ。最後苦しまぎれの右ウィンカーで終わりました。次もこれやばいですね。31番のワーキーですね。まだクリアしてない。サスケに続き山口で見ますよ。落ちかサスケに。これテレビに出たんですよ、サスケに。えマジでテレビ出ました。意外と筋肉マン。そう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 、意外と、意外と、いや意外とね、ガチガチガチ。あれ消防士だ。消防士で、消防士で、今は整体もやってる。整体やってますよ。めぐみの人ですね。そうそう。はい、前提30番吉田どうぞ。危ない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 。続きまして、ゼッケン、こちらが29番ですね。タケ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 。ちょっと、タケタケタケ。豪華と言います。タケシタケタケ。さあ、来い！今なんか怒ったよ今。あれどうなん？あれどうなんすか？じゃあ続きまして糸大の3本目。さあ続きまして、こちらがゼッケン27番原拓海の3本目。腹も信用はかっこいいですからね。イエーイ、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 イエーイ。しかも出ました、8じゃよ。早い、かっこ
るよ今のはすごい乗り物やられたついに池乗り物最低乗り物このままじゃ負けるぞ乗り物まだ合計さあ乗り物好きなのに81キロ終了終了です。もう今年はもう次から予約してもらう。ああ、もうずっと走ってもらって。なるほど。さあ続きましてゼッケン25番秋山の最後3本目これが最後ですね。イーグルス。もう72キロラインは小さめライトは多い。打球は低め。はい、以上が山一クラスのイーグル。上さん、ちょっと後でヘルメット貸してください。後ろの窓は開いている後ろの窓なの色を塗り替えた昨日、はい、白グレーってなってる、はい、こっちは前途したて前途したてこちら元ネオフォースですね横を見る前投げたし目標を前通過したでも1本目にしたらそうですね点数はちゃんと、はい、しっかり取ってくださいね速度は71キロでしたさあ続きましてゼッケン23番、あ、これですね。ワイティ、奥佐子やばい、やばい、しかし、高速スピンだけの74キロ。次、注目の。さあ、次、ああ、注目ですね。本日、女性参加者2人だけですね。の、おっぱいでかいもの。やめてくれます。やめてください。やめてください。やめてください。はい、ゼッケン22番、加藤郁美。イメージがね。イメージがね。イメージがね。はい。おでも、クリアしました。クリアしました。速度は72キロ。コーナーから3コーナー、はい、まあ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 1本目ですからね点数かなと思
はい、こんな感じで。さあ続きまして、ゼッケン21番宇佐川陽平、チーム TSR with QR エアレーシング長い。やっと車が直った。はい、続きましてはゼッケン20番藤井の太郎ちゃん C35 ローレル。おお、これなんか妙に大きく見えるローレルの人ですね。そう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 、ああそうですね、大きいっすよね、なんか。74キロのスピードでした。なるほど。スピードした速さ。はい、続きましては、こちらが絶対19番ですね。木戸博之。あ、彼ですね。あの、ザタッチ、ザタッチに似てる人。ああ。分かるのがね。さあ来ました、ザタッチ。これが。油膜がすごい。油膜で見えてない。すごいレインボーだな。まだこう。さあ今の一本目は。そう。じゃあ一回クリアなんだけど。そうね。あれちょっと気になるね。気になるね。絶対気になる。はい、続きまして、ゼッケン18番石田鉄道グリーン。グリーン。チームミドルエイ。重くない？手の角度がいけそうな角度じゃん。いけてる、大丈夫。いけそうじゃん。あれもダメだ。でも確かに最初にコーナー出てきたら、ホイールバランス取ってないでしょ。ああそうだ。みんなのアイドルじゃないですか。ああ来ましたよ、みんなのアイドル。さあゼッケン17番ブジ君。さあ今日も社長も見に来てます。今日も下手な発表したらグーポン。16キロ。そして彼はね、あの地方選手の際になって B ライセンスを取りましたからね。タイなんて調子乗ってますよ。あ、はい、通常取るね、あの顎へしょらねえですよ。出たぐらい。マジ俺あれは。さあ24番最後2本目。もね、あ上手です、上手だ、うん、さあ続きましてゼッケン23番奥迫の2本目。僕は多分スピード位置しか狙ってないと思うんですよね。なるほど、はい、チーム大体レーシング。アンダーだよ、アンダーだよ。あーどうした、タイム取れた。はい、そこが70キロ控えめ。でも、しかもね、狙ってなかったよ。狙ってないよ、狙ってなかった。これを言うなら最終プランだ。さあ、続きまして、ゼッケン22番、大きい方。やめてくれよ。さあ、2本目。大きいけど小さいですね。速度は71キロ。頑張って。さあ続きまして、ちょっと言うほどに困って、それ言う。21番陽平の2本目。速度は71キロと控えめ。さあコメントが少なくなってまいりました。ゼッケン20番藤井太郎ちゃん。太郎ちゃん飽きてきた。まだまだ半分もいってないけど、もうちょっと頑張ろう。おおフラフラ侵入、フラフラ侵入、フラ侵入、こうだ。
もうえぐ、えぐい込みすぎだろぐらい。さあ次誰ですか。これはそうですね。あそうそう、タッチ、タツヤか、タツヤかタツヤかわからないけど、どっちか。タツヤでしょ、タツヤ。はい。タツヤの2本目。また虹を見せてくれました、虹を。さあドローンがあっち飛んでいきましたよ。あーなるほどね。あさあ続きましてゼッケン18番ですね、石田鉄道チームミドルエイジ。続きましてみんなのスーパースターゼッケン17番ムジ君の2本目。チーム書いてないですけど一応ウエストオートですかね。チームウエストオート、ウエストオート。調子乗ってますからね。あのあごへそらでおお絶対折れない。さっきも言ったなこれ。いや絶対調子乗ってないと思う。さっきも言ったなこれ。さっきも言ったなこれ。24番痛いです。やばい急コース急コース。そして速度なんと39キロ。そうですよね。到達してないですもんね。危ないよ。びっくりした。計画があってよかったね。はい。さあ、奥田さん。はい、奥田さんの担当で。あ、すごい。74キロのサブロック。止め方分かってる。止めるのどう？上がるの上手だったんですよね。いや今はサブロックちゃんと想定します。褒められとかなんかよくわからないですけどね。さあ続きましてゼッケン22番うの方。ちょっと来ちゃったよ。何もなくなった。3本目。いける。いいですよ、いいですよ。さっきより全然いい。全然いい、全然いい。おー、そして、サコダッチクリア。うーん。どうしても丁寧ですよね。さあ、続きまして、傭兵の3本目。これが最後ですね。あ、最後じゃねえや。ごめん。傭兵の3本。そうそう。はい。昼からあの居酒屋さんのスタッフになりますね。あ、そのサイドセール。あ、なるほどなるほど。なれば、あ、マジで。あ、完全に言うた。そっち従業員が増える感じ。さあ、来ましたよ、ザタッチの3本目。カジヤかタケヤか、タケヤかタケヤか。いやもう3人目が出ました。タツヤかタツヤかタクヤか誰だ。タクヤなんでしょ。タクヤでしょ、ね。はい、じゃあタクヤ18番。次はゼッケン18番の石田鉄道の3本目。鉄道鉄道。あれなんか今度ちょっと早いぞ。そうだそうだ。出ました。 F グループラスト、ムジコとサポート。ムジさんを忘れとった。ちょっともう終わったかと思った。やめてくれ。やばいやばい。もうどっこでええやん。
楽しそうです。はい、はい、そうですね、握手を求めてください、はい、以上が F 組。さあこちらがミドルジャネア山一クラスの G グループ3組目ですね。ゼッケン16番からゼッケン9番こうしますみたいな、はい、あれそういうの見たいよね。なんで俺喋るよ。はい、来ました、ゼッケン16番マルちゃん。そう、マルちゃんの1本目で、そのアンダーが出そうなのはちなみにゼッケン15番コシバ。お、あ、借り物の NH4 です、これ。おお、あー、これね、押せ、うん、確かに、やばい、あ、68でもドリフトはクリア。大丈夫でしょうかね。はい、すごい。
続きまして、あ、来ましたよ、山口の輩、目黒輩。前が食べてるんです。さあ速度が速い、87キロ。見ないこっち見ない、こっち見ないよ。計算通りだったっすね、完全に。足大丈夫、こっち見ない、こっち見ない、こっち見ない。ちょっと見つめ合ってみたけど何を言われたのか分かった。あ、失格ですね。人間失格です。さあ続きまして、あ、ゼッケン13番水井はいないですね。なのでゼッケン12番の坂本ですね。聞いたことあるですね。あの一音の一音ですよね。そう、あの和樹が乗っとった一音。ハブボルトが昨日折れた人。昨日でよかった。無償レシピ。さあ続きまして、ゼッケン9番の山下の1本目。65キロ。スピン。これ2本目ですね。次2本目です。ゼッケン16番ね、マルちゃんの2本目。丸山さん結構練習良かったね。うん、良かった。急にここへ来て違うことしてた。違うことしてたっすよね。あの練習戦で良かったんじゃないですか。いらんこと入ってた。ボーダーどんぐらいになる？ 7とか？いや、MA の3番。さあ続きまして、あ、やからですね。さあボー君目黒。速い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 速
ありがとうございます。もうあそこまでで、うん、早い。
もう今日は諦めた。長くない。でも次もあるけど。さあ続きまして、なわちゃんの2名、なわちゃん、大ちゃん、なわたの大ちゃん、よし、それ、2名。お、あああああそこ角度の値が。クリアはしたということで、続きまして、ゼッケン10番変態小林なんで変態か人間しか変態どんだけ変態ですか。まあ、なんかブンブンブンってやってる間におかしいことになった。賞味期限が切れたんですね。さあ続きまして、こちらが、ゼッケン9番山下の2本目ですね。危ない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 危たぶんね、分かるときは分かるときは、いつか分かるときは見とく。さあ、続きまして、まるちゃんの3本目ゼッケン16番ですね、チームグローインアップリですね。あの辺あれです、見た目同様、ほったに似てますよ。お結構点がここは荒れてますね、僕と。さあ続きましてゼッケン15番小芝グローインアップリーグリーダーですね、小芝の3本目グループがね、結構来ましたよ。もうクリアをするのか最高速求めるのか、目黒の3本目いけお早かったよ。いや早かった速度は82キロで、あでも3一番遅い今まで一番遅い一番遅いでもさあ坂本の3本目この結果ですさあ坂本の3本目ゼッケン16番ゼッケン16番さあ続きましてこちらが11番名和田の大ちゃんの3本目チーム Y 名刺。おお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 おあなんとなく大丈夫ですね。危ない危ない。ダメなんじゃない？ダメなのかな？あのよくわからないけど、難しい。こうだ。心がダメかもしれない。確かに。ああ。さあ、縄田の3本目は失敗に終わりました。そしてゼッケン10番。変態3本。なるほど。変態3本。意味がわからない。どれぐらいが平均ですか？平均70半ばかな。あ
さあこちらが、山下ローさんの方
ドーピングギャル。普通にいい。全然。さあ続きましてゼッケン6番。不足食ってなかったもんね。村田健太。さあ続きましてゼッケン5番、柳井拓郎。この辺は安泰なんだろうか。さあ来ました期待の選手、去年のベスト4メロン。あ、4位だったんですね。ベスト4どこですね。でもかっこいいですよ。気持ちは悪いですよ。雪乗り動きが気持ち悪い。雪乗りと同じ動きですね。うん、さあ、ね、そしてこちらが前回3位のね、目に来らないと86の長田。うわっ、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 さあ、今の8位は去年の3位。はい、さあ、続きまして去年の準優勝メイクヒロタ。さあ今年こそは山一を取りたいとぼやいていた。毎年ぼやいている。今年は取れるのか。安定です。あ、いい点数で取りましたね。はい、ヒロタの1本目でした。そして来ました去年よしお。半分黒い、半分黒い、後ろ黒い。まあ一歩目ですからね。はい、これで山下の高橋の勝利となりました。アーケン8番水野の2本目。月経さんじゃないか、月経さん。かけこのグループ基本的に射速がね速いですよね。そうですね、ちょっと高いですね。ちょっと高い、まあ、見た目のね射速が速い。呼吸に変わった人が来た。さあ来ましょう全日本2位。憧れる。あれやめてほしいね。やめてほしい。あ、本当やめてほしい。やめてください。本人は良かれと思ってやってるかもしれないし。さあ続きまして村田健太の3本目。絶対6番ですね。このグループ長田さん以外全員通る。ちょっとあと2問あって、なんか期待ができるのが多いわね、あれ。さあ続きまして去年の5位柳井拓郎。ちょっと遅い。限界突破。さあ期待のメロ、メロさんお願い。もうよ、もう普通に行こう。もう普通に進めよう。おー、
るよね。まあまあ、ちょいち、ちょいち、ちょっと小さい。ちょっと小さい。でも、さっきは良かったんで。さあ、来ましょう。続きまして。ゼッケン3番、長っちゃん。いけます？この辺までもさあ、吉尾の2本目、ディフェンディングチャンピオン。今の最高点ちょっと早かったね。さあ続きまして水野の3本目よしよしはいよし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 さあ続きまして、ゼッケン7番、井上真央の3本目。あれ、こっち見られなかった。アンダーっていうか、でなんかバックでこうヒューンってさ、生えてもらうよりもまあ、まあよかったと思います。さあ、来ました。ゼッケン6番、村田源太の3本目。パパ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 パさあ続きまして柳井拓郎ですね。ゼッケン5番。うん。あこの仏ちょっと仏壇仏壇仏壇こんなかっこいい仏壇ないと思うよ。すいません。この人の中では私はハマった。あのだんだん武士が激しくなってさあ続きましてメローの3本目。なんだ メロー南部海岸レーシング。そうこんなチームが。あれだけ傾けた景色違うっすよね。ちょっともう超える感じがあるかも。さあ続きまして長っちゃんの3本目。さあこれは決めてほしい、決めてほしい。おわっ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 ダメだ。これ最後の方ない。まあ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 、まあ、幻の4本目を決めてもらいましょう。さあメイク広田の3本目最後。すごいの欲しい、すごいの。
ただいま最高得点ですかね、はい、よしお、このまま今回もやばい、よしお、終わりました。結果の方は集計を終わりしたい借り出しますのでお待ちください。そして今から、30分取りますか、30分、ただいまより30分お昼休み、お昼休憩を取ります。そしてこのお昼休憩の間にご飯を済ませる方は済ませていただく上、なお、朝受付したあたりで、陽平くん、チャラかったですよ、言う感じ、はいはい、兄弟を買って、ね、ちょっと並んでて、はいはい、あ、いいね、いいね、いやいや